今回見せていただいてますピアノがヤマハの U1 というタイプですね。50年ぐらい経っておりますので、これね、ピアノを移動する機会に弦を交換するかとかですね、ショーンユニットをつけるかとか、いろいろご検討いただければいいかなと思います。現段階でですね、このブライドルテープ、わかりますかね、ひびが割れてますね。これちょっと雑音の元になりますし、ちょっとね、ハンマーとか調整しようと思って、これを外すときにパリッとこうね、ちぎれてしまったりということで、調整もできないような状態になってますので、このブライドルテープの交換は、しといた方がいいのかなという感じですね。鍵盤ブッシングクロス、この横揺れはね、多分一回、ブッシングクロスの交換はされてるみたいですので大丈夫ですね。ただ、この鍵盤のひび割れが、ところどころ始まってきておりますので、鍵盤の張り替えをするかどうか、まあこれね、ひび割れてるからといって演奏にどうこうということはないので、まあすぐに交換という必要はないのかもわかりませんけども、一応見積もりをね、させていただこうかなと思いますね。それぐらいで、調律もね、弾いてないけど2年に一遍はされてたということですので、ピッチの低下はないので、とりあえずね、しばらくこの状態で使われるというのもいいのかもわかりませんね。さすがに音がね、ね、50年前の鍵盤はいいですね。ね、高音まできっちり音が出ておりますね。なんかね、弦も交換して、しっかりオーバーホールしたら、かなりポテンシャルの高いピアノになりそうな気はしますね。あ、この部分とかもうね、鹿革を使ってた時代ですので、この辺は下手にね、今の合皮とかに変えない方がいいかもわかりませんね。はい、中の方こんな感じになっております。また外装の方も取り付けて、見ていきたいと思います。はい、外装の方取り付けてみました。木目のね、美しいピアノになりますね。さすがにやっぱり50年経ってますね。ちょっと曇りがね、ありますので、うちのね、中古ピアノの整備メニューで、磨きをかけてもいいのかなと思いますね。帳盤の方のサビとかですね、このヤマハの文字のサビとか、鍵のとこですね、この辺も綺麗にできますし、ペダルなんかも顔が映るぐらいまで綺麗にすることができるので、ちょっとその辺も提案させていただいてもいいのかなと思いますね。いや、ほんと綺麗なピアノですのでね、もう、この外装剥がしちゃって、まあ、艶消しのも、ね、木目のを生かして、艶消しの塗装にしてもいいのかなと思ったりしますね。ポテンシャル高いピアノですし、外装もいいですのでね、いろいろと、提案させていただけるんじゃないかなと思って、なんか楽しみになってきますね。はい、では、いろいろ見積もりさせていただこうと思います。